俺が鬼武蔵こと森長吉だ。クラスはバーサーカーだったか、確か。つまんねえこと言ったら策ぶったげるから、そのつもりでな。おいおい、安心しろよ。俺はマスター殺しなんてひでえことはしねえからよ。ま、よろしく頼むぜ、マスター。血の匂いがすんな。こいつは高得点の予感がするぜ。行くぞマスター。片っ端からぶち殺してハイスコアゲットだぜ。マスターは俺の殿様。全身全霊をかけて使えるのが武士ってもんだろう。大丈夫大丈夫。俺は返り中とか大嫌いだからよ。主君殺しとかほんとサーバントの風上にも置けねえよな。マスターは大事だぜ。殿様やられたらおしまいだからな。あ？自分で殿様にはならないのかだと？ああ、俺ってそういうのどうも苦手なんだよな。琴野や殿下みたいにはいかねえわ。まあ、難しいことはマスターに任せるからよ。俺は好きにやらしてもらうわ。おお、大殿じゃねえか。また大殿の下で戦えるとか面白いことになったな。おっと、今は大殿じゃなくてマスターが俺の殿様だったか。ああ、じゃあ大殿俺の敵じゃん。面白い。チャチャ様じゃねえの。ご無沙汰。殿下はどうした。殿下は。ああ、いねえのな。なんだ、大殿がいて殿下がいたらもっと面白いのにな。俺、大殿と殿下が喧嘩したらどっちが勝つのか気になってたんだよな。なんだよ、大殿、その格好。水着、それで泳ぐの？え？歌う？舞台で？なんだ、そりゃ。詫びてんじゃねえか。おい、そこのじじい。てめえ、どっかで。いや、気のせいか、槍持ってねえもんな。なんか昔おめえに頭ぶっ刺されたような気がしてよ。いや、わりわり。わり代わりに茶でも立てるからよ。あんた武蔵っての？奇遇だな。俺も武蔵ってんだよ。武蔵は武蔵でも鬼武蔵だがよ。自分で言うのもなんだけど、武蔵ってやつ結構多いからこんがらがるよな。弟の乱丸か？おう、成俊は大殿のお気に入りだったからな。細かいことにも気がつきすぎるぐらい気がつくし、可愛い弟だったぜ。なんやかんやと大殿のそばで死ねたんだから、まあマシな死に方したよな。俺と違ってよ。明智？ああ、あの陰険金冠野郎か。返り中とかほんとクソだよな。武士の風上にも置けねえって。まあ、茶の湯の腕はまあまあだったけどよ。起きた？ああ、あの小娘か。おめえの剣なんか見覚えあるんだよな。いや、こないだの戦の話じゃなくてよ。こう、真の像がぶっ刺された感じっつうかよ。越後の戦バカか。あの女、ムカつくけど確かに強えのは強えんだ、これが。というか、女だったとか俺も知らんかったわ。あ、そうそう。大殿もそうだけどよ。強え女は撃破ポイント高めにしてんだ、俺。好きなものって言うとやっぱ茶の湯だろ、茶の湯。やっぱわびさびがわかんねえ武士は武水だよな。そうそう。筆を取るのも好きだぜ。割とうめえんだよ、俺。戦場とかでもよく書いてたしよ。なんなら、一筆したためてやろうか。嫌いなこと？そうな。返り中だけは許せねえな。主君を裏切るなんてな、
武士としちゃ気合が入ってねえ証拠だ。そういう奴がいたら俺がぶち殺してやるから、すぐ言うんだぜ、マスター。何でも願いが叶う聖杯？はぁ？んで、どんな感じなんだ？その茶碗。おぉ、金ピカなのな。殿下は好きそうだけど、俺はパスだわ。これよ、わびさびが足りてねえんじゃねえの？わびさびがよ。やっぱ茶の言ったら、利休孤児だよな！なんか面白いことやってるみたいじゃねえか。茶会か？それとも値切りか？ま、どっちでも面白いことに変わりはねえよな。行こうぜ、マスター！うん？俺に指図するんじゃねえよ。ぶち殺すぞ。あマスターか。じゃあ腕一本ぐらいで勘弁してやる。サーバントってのもまあまあ悪くねえな。カルデアだったか、ここ。面白い奴に殺してえ奴がワンサカいるしよ。おう、マスター。なんか用か？それより食堂の並びが長えからぶち殺して前開けようかと思ってんだが。ん？やめろって？マスターが言うならそうすっか。お！いたいた！マスター！ちょっくら茶の支度したからよ。これから一服どうだ？俺の秘蔵の茶碗見せてやるからよ。行こうぜ行こうぜ！マスターとも長え付き合いだよな。大殿に殿下と仕えてきたが、殿様といるのも悪くねえぜ。いや、むしろ今までで一番面白いかもしれねえな。気に入らねえ奴らはいつでも俺が皆殺しにしてやっからよ。今後とも面白おかしく行こうぜ。マスター！よしっと。この野郎動きにくくてだるかったからな。これで身軽になったぜ。ありがとよ、マスター。なんならこの野郎いるか？ん？あんま変わんねえな。まあ、そういうこともあらな。地道に行こうぜ、マスター。国を治めるのも同じことだからよ。どうよ、マスター、この愚足。こいつはガチの戦の時しか着ないんだぜ。あ？袴の模様？ああ。これ帰り地な、帰り地。拭いても拭いても、戦の旅に着くからめんどくさくてそのまんまなのよ。面白い。マスターといるとほんと面白いな、おい。やっぱ戦はこうじゃねえとな。行くぜ、マスター。俺に切られねえように気入れてついてこいや。いい気分だぜ。帰り血浴びると生きてるって気がするよな。ふぅ、一服すっか。
よっしゃー！じゃああれは10点、弱そうなのは3点、サーバントは100点でどうよ、マスター。ねぎりなでぎり皆殺しだ。俺様が天下御免の鬼武蔵森長吉よ、一番手柄はいただきだぜ。よし、とりあえず手近な奴からぶっ殺していくとするか。やれやれ。おう、任しときな、マスター。おめえら皆殺しだ。俺に命令すんじゃねえ。よっしゃ、行くぞ。おら、あれが大将首か。よし、ちょっくら跳ねてくるわ。一人ずつきっちり息の根止めとかねえとな。はははは、面白くなってきやがったぜ。さすが俺のマスター、やり時分かってんじゃねえべ。おらおら、どうしたどうした、死ねえ、うざんだよ。ひーはー、やった、こいつの前ではどんな鎧も紙くず同然よ。ひーはー、一切合切ぶちまける。うろちょろするんじゃねえ。うーひーはー、やれやれ、笑え。人間無活、てめえ俺のマスターにちょっかい出すんじゃねえ。くちゃばれ、人間無活。うわ、笑え、人間無活。生すぎりにしてやるぜ。うわ、笑え、ぶち殺すぞ、てめえ！てめえ！クソが！ち！おう、お前、俺のマスターを、よろしく、頼むぜ。なんだ、こりゃ。ああ、俺の血か。俺が死ぬのはどうでもいいが、マスターは死ぬんじゃねえぞ。体が動かねえ。俺も焼きが回ったな。き、くだらねえ。戦場じゃ強いやつが勝つだけなんだよ。よっしゃ、みんなきっちり死んだら。マスター、茶にでもしようや。おい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 、この程度で死んだらつまんねえだろうが。俺のマスターにちょっかい出そうとは不貞野郎だ。腹立つからもう少し切っとくか。よっしゃ、俺に命令すんじゃねえ。よっしゃ、やった、どうしたどうした、なんだよ。こいつの前ではどんな鎧も紙くず同然よ。行くぞ、俺に命令すんじゃねえ。よっしゃ、うずらんだよ。ひーはー、死ねえ。うろちょろするんじゃねえ。よっしゃ、俺に命令すんじゃねえ。よっしゃー！
やって、こいつの前ではどんな鎧も噛み崩す同然よ。やれやれ、おう任しとき、マスター。さすが俺のマスター、やり時分かってんじゃねえ。行くぞ、俺に命令するんじゃねえ。人間無価！てめえ、俺のマスターにちょっかい出すんじゃねえ。くたばれ！人間無価！やるぜ。うわー、うわー、人間だ。このままでは。なんだよ。一切合切ぶちまけろ。くだらねえ。戦場じゃ強い奴が勝つだけなんだよ。